こんにちは、山口真理子です。今日はご家族にがん患者がいらっしゃる方からご質問をいただいたので、もう一度動画を撮りたいなと思って母のインタビューをしてみました。どんなご質問かというと、丸山ワクチンって3年ぐらいやってやめても大丈夫ですよねっていうお話だったんですね。で、結論から言うと、私たち家族の体験談としては1970年代後半になるんですが、私の父方の祖母が丸山ワクチンを打っていて、で調子もよく良いし、お医者様に行くのも面倒くさくなってしまったので、やめたらがんが再発して肝臓がんになってしまって75歳で亡くなってしまったという家族の、物語を持っているので、結論から言うと母には一生涯やっていてほしいなと思うし、母自身もやめる選択肢はないそうなんです。でもとなると27年も丸山ワクチンを打ち続けるというのが壮大な長さになってくるので、その原動力って何？どうしてそんなことができるの？という単純などんな思いでやってるのかなっていうのをもう一度母に聞いてみたくてインタビューを撮ってみました。ではお聞きください。そうだから、今日聞きたいのは27年続けられるその原動力って何？27年間使ってる原動力？そう、原動力。だってさ、27年いっぱい続けるって、ことじゃない。最近ね、お知り合いの方に、うちの母がこんな風なこと使ってるのよって話を、たまたま、ご家族がご病気なので、すごく親しい方だから、言いたくなって言ったら、3年使って、でやめることもできるかしらっていう話になったから、それは私たちは1970年代だよね、70年代の後半に私の祖母が使っていて、体調も良くなったし行く面倒だからやめて、再発して肝臓がんになって、で75歳で亡くなったっていう経験を持っている、その時代はね、本人に知らせなかったんですよ、本人だから、おばあちゃんも知らなかったの、本当に予防だと思ってたから、だからやめちゃったの、だからそれもあるけど事実としては、丸山ワクチンやめました、がんにまたなりました、っていうのが事実だよね。なぜやめたかってことを考えると、本人に言っとかなかったからっていうこともあるかもしれないけど、いずれにしてもそれは私が思うに、家族がね、おじいちゃまの方がおばあちゃまのために言わなかったっていう時代だから、時代だからね、そういう時代だからにショックを与えてはいけないと思って予防だと思ってたってことは背景にあるんだけど、いずれにしても途中でやめて再発っていうのを経験してるから、ママの場合は、やめるっていう経験、選択肢が本人にも家族にもないんだけれど、そうは言っても使い続けるって、黙々と使い続けるその原動力は何ですか？とにかくあんまり大変なことではないのよね、例えばそれで、いちいちお医者さんに注射に行くんだったら大変かもしれないけど、自分でやる分には今も慣れてるから15分ぐらいの間に全部終わっちゃうし、だからあんまり大変なことじゃないから、それで、やってればいいかもしれないっていうこともあるし、やめるという気持ちは起こらなかったわね、全然。大変なことではないので。なるほどね。でもやっぱりやってる人からのその言葉は説得力あるよね。やっぱり自分でやるってことは楽だったんじゃないでしょうかね。結局ホスピスでね、退院するときにご自分でやるように注射の仕方を教えてあげますっていうふうに言ったでしょ、だから最初から自分でやるんだってことになったから、それは非常に
ありがたかったし、うん、それは自分でやるってことはそんな大変なことじゃないんだよね。いちいち人にやってもらうんだったら大変だったかもしれないけど、うんうん、そして治験薬だから逆に経済的にもまあまあでしたし、うんうんうん、今は毎日やっているから、うん、A と B を交互に毎日やっている、うん、そう、40日分で2万2000円って言ったっけ。そうです、うん、それ送料も入れてね、2パックで2つずつ入ってる40日分、うんうん、だから1日いくらかっていうのは割り算すればね、うん、割り算すればねで、その毎日やり始めたのは割と最近よね。そうね、3年ぐらい前かもしれない。3年ぐらい前からね。ってことは24年間ぐらいは、うん、1日おきで、うん、B を交互だったのよね。そう、そうです。で、1日おいて、うん、次には B、また1日おいて A っていうことだ。そうです。そこに違いは何か感じる？わからないわね。わからないね、うん、だから効果が絶大に上がってるとかそういうものではないのよね。そうね、うんうん、ただ割合に元気かもしれないよね、私は、うんうんうん、今足が痛いのでうちうちやってますけど、それ以外はね、うん、割合元気だ、うん、大好きな旅行にも2年ぐらい行かれず、うん、今月は私も行くこともできずですね、うん、それでも結構声も元気よね、うん、あ、そう？うん、今日も久しぶりにお友達から電話がかかってきたのね、うんうん、だから、お元気そうですねってどうしてったら声が元気だからって言われましたけど、うん、一つには毎日ズームに出てるんでしょ？うん。まあ毎日ズームに出ている、ズームで礼拝に出ているけど、難しい歌だと歌えない時もあるし。あ、それはそうだけど。休んだりする時もあるしね。うん。でもまあ、今日も実は、生では人には誰も会ってないわね。うんうん。今日もね。生では会ってないけど、うん、オンラインでは誰かに会ったの？だからその朝の礼拝は30人ぐらい出てらっしゃる。30人。朝7時から ?7 時から。朝7時から何時まで？いや、それは40分ぐらい。40分ぐらい。朝の礼拝は40分から45分ぐらい。で、まあ、30人の方にパソコンだから、うん、まあそこそこめくって見てるのね、どなたが。顔は見えてるわね。うーん、でもね、それ知らない方がだんだん知ってるような感じになっちゃいましたけどね、毎日。毎日画面で会ってると、もう知り合いのような気持ちになる。これはお昼にお友達から電話かかってきたでしょ、今話。まあ、そのぐらいね、それでちょっと喋る、ね、うん。今日は木曜日だから、隣の孫やひ孫には特に会う予定のない日ですもんね。そうそうそう、うん、まあたまたま友達から電話かかってきたから、うん、そこで話しましたよね、うんうん、でもそうすると社会につながってる感覚っていうのはあるよね。そうね、うんうん、ズームをやるようになったきっかけって何だったんでしたっけ？その朝の祈りをやってる有志があって、うん、それに出ませんかって誰かが誘ってくれたんですね、うん、やっぱりお誘いがあって、ねえねえにパーッと乗ったそれはなぜ？え？要はお誘いにねパーッと乗ったから今この流れに乗れてるわけ。それはね、私にとってすごくありがたいのはね、うん、もちろんコロナで公の教会の礼拝ができないから、うんうん、有志でその朝の祈りをうん、やり始めた方たちなんだけどね、うん、でそこに出ることによってね、うん、それはもうきちんとした朝のお祈りの、うん、交互に皆さんが順番に司会をしてやるんだけども、うんうん、それをちゃんと誰々っていうふうにきちんと指導してくださる人がいるんだけどね、うんうん、私にとってすごくいいのはね、うんうん、コロナが、うん、のために
こういうことが起きたわけよね、うん、でもね私は足の具合が悪いわけ、うんうん、で 歩くのはかなり努力がいるわけよね、うんうん、だからここに座って礼拝ができるっていうのは、うんうん、もうこんな ありがたいことはない。うーんでこの間ねあの、うん、公演があったのね、それもズームであったから出たし、うん、平和を祈る、うん、あの終戦記念日の15日の平和を祈る、うん、あの礼拝があったんだけど、なんか素晴らしくてね、もうこれはもう本当に感動しましたね。うん、そういうのも私が足が悪いから二重に、うん、あの楽。ありがたいのよね、うん、もしかしたらあ、まあ、足が痛いからリアルだったら行くのが難しかったかもしれない。そうです、まあ、そうやって普段生活しているリビングでリアルタイムでいろんな方にお会いすることができて、でそのコミュニティを除くとあの同じぐらいの年頃の方結構出てらっしゃるよね。ママより上の人は出てるよね、スマートフォンで、うん、娘さんに教えてもらって、うん、あの朝の礼拝はね最高齢の人、うん、96歳の方いらっしゃる。それはお一人でズームに出てらっしゃるの？そうでしょうね、男の方だからね、うん、いや家庭の事情は知らないけどね、うん、だからあのそれだってあの最初からパソコンが得意だったわけじゃないよね。そうね、いいとこなんで、でみんなお互い、うん、具合が悪いんですのでパソコンのこと聞いたりしてるわよね、うんうん、そうよね、うん、それと、まあ、あの私がそこへ行って一緒にやったりしても自分のやり方でやってるだけで、ね、やっぱりちょっと違うとやはりやりにくかったら、ね、そうよね、うん、でも自分のやり方をしっかりと決めてもうやることだけやってるっていうの、そうですね、そうね、それだけでもやっぱり誰かとつながるっていうのは大きいよね。確かにね、うん、知ってる人もいるのよね中に。あ、うんうん、要は昔からの知り合いの人にもこうやって画面を通してそうそうそうことができるっていうね、うん、そしたらあのかつてよく会ってた人がね、うん、画面見たら私がいたので、うん、の懐かしくてって今度はあのメールをくださったりね。うーん、まあ、だから本当に私は自分の 体調っていうか足のことだけども、うんうん、に合った今ちょっと生活ができてる、うんうん、それはなんか素晴らしいというふうに思います、うんうん、まあ、たまたまとはいえ、うん、4日のタイミングと自分足で出かけられ、まあ、出かけるのが大変ってね、出かけられないわけじゃないんだけど、そうそうそう、まあね、ちょっと開けるときに足が痛いっていうことがうまくリンクしたっていうのと、そうそうそう、あとはやっぱりそうなる前にのパソコンを習っておいたりとかね、あとはあのズームなんかやったことなかったわけだから、誘われたときにポンとあの誘いに乗る、うん、っていうところも大きいかなって。そうね、そうだよね、うん、まあなかなか、うん、いろんなタイミングが良かったもんね、うんうん、まあ行動力っていうことですかね。だから、うん、あのズームに出るってことはだから今難しいとか億劫っていう感覚はないってことだよね。これは全くないわね。全くないんだよね、うんうん、むしろ簡単ですよ。例えばどっかへ出かけていったらちょっと大変だけど、あそこの前に座ってちょっとやればいいだけだから、うん、そっと皆さんがいらっしゃるっていうね、うんうん、で時々司会もしてるよね昨日一昨日したかしら、うん、だいたい1ヶ月に一度回ってくるわね、うん、だから7月の中頃して、うん、8月の18日に来た、うん、あ、そう、その18人回ってきたっていうのがまた私としては、うん、あ、はいはいはい、すごく、うん、ひいおじいさんのね、命日だったね、そう、うん、すごくありがたかった、うん、そういういいこともありますよね。あ、だからそれは導かれてるというかね、やっぱり、うん、あのちょっとすみません、この間のあの、うん、ひいおじいさんの聖家者記念礼拝もちゃんとパソコンで見たから、うんうん、見ましたか、うん、繋がってるね、うん、だからちゃんとお名前が呼ばれるのもちゃんと聞いたし、うんうん、
まあやっぱりそうやってでも働きがあるっていうのかな、そのどこに行くわけじゃないんだけど社会とつながって、で結構ね忙しいですよ。忙しいよね、うん、うん、今日は何時とか何時ってのがあるからね、うんうん、そういうのが2つぐらいあるときもあったりして忙しいので、うんうん、でもおかげさまで何もないよりずっといいですよ。そうね、まあなるほどっていう感じだけど、まあ、丸山ワクチンの話からやっぱり日常の話にどうしても行くんだけど、やっぱりいろいろ考えるとアクティブに、ね、そうですね、うん、実際外に出てそれこそアクティブに動きたいけども、うん、今コロナの時代でそうもいかないからね。まあね、今コロナの、うん、この時期と私の体調とは重なってとってもいいですね、うんうんうん、まあでもそのうちにはきっとコロナ禍というのも永遠に続くわけではないから、そうね、うん、まあでも必要な外出はしてるんでしょ。え、必要、まあ大きな声では言えないかもしれないけど、必要最小限の外出はしてるんだよね。あ、してます、してます、してますね、うん、今日も5枚まで行ってきました、うん、あ、そうなんだ、うん、いろいろ用事があって、あ、用事があって、まあ、銀行もね、うん、行かなきゃいけないしね、うん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 、だからもちろん出かけられないわけじゃないのよ、うんうんうん、ただ比べればパソコンでやる方が楽だというだけの、うん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 、でましてやそんな朝の時間だとかね、うん、そうね、そうね、起きて着替えて座ればいいということですから、うん、そもそもだって一人で起きられない人だったはずなのに、もう全然起きられない人だったのね、うん、ただこの頃ね目覚ましで起きれるようになった習慣だったんでしょうね。その目覚ましもね、うん、リーンっていう目覚ましじゃ起きれないの。起きれなかったよね、うん、それがね、今はね、うん、起きてくださいっていう声かけの目覚ましも、うん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 、それは起きれるようになった。それの方が起きられてる。へ、機械の起きてくださいっていうのだよね、誰かの。そうそう、そうそう、時計の、そういうね、言葉の方が、ね、起きられる。はあ、ただ倫理になったんじゃ起きられなかったですね。爆睡してたよね。だからここのとこは、まあ、視界などが当たるとね、起きれなかったらどうしようということがあるんだけど、まあ大丈夫と思って、うん、ここのとこは毎日起きられてるから。まあ起きられなかったら誰か別の人がやるって、まあ、それはもうその時は、そういうふうに考えればね、うん、うん、死ぬわけじゃなしと、うんうんうん、だからまあ起きられなかったらどうしようって思うけれども、じゃあだから寝られなくなるっていうこともないの。いや、そんなことないね、結局ね、うん、昼寝もしてないし結構動いてるから、うちの中で寝るのはすぐ寝ちゃう、うんうん、でもだんだん夜になると疲れてきちゃうから、丸山口も夜になるとちょっとしにくい時があるからね、うん、その時はもう明日ってなってしまうけど、大体、うん、昼間のうちにすればもう楽です、うんうん、だから昼間できなくて、まあ、夜になっちゃったら、まあ、また明日の朝やればいいわっていうのも、うん、まあ、自分に別にね、そういう時もまあたまにあります、うんうんうん、なるほどね、うん、まあでもちょっとその、いや、すごい、まあにね、ずっとやり続けてるっていうのが壮大な年数だったので、うん、まあでもそういう方々もたくさんねいらっしゃるんだろうけど、うん、前にパパがね、うん、大学病院に取りに行ってくれてた時期がずっと長かったんですよね、うんうん、その時私の資料がこんなに固まってたって、うんうん、ファイルしてあるらしいの、ちゃんと。あ、毎回先生の方から行くでしょ、書類が、うん、行くんですよ、うんうんうん、私の現状っていうのをね、うんうん、血液検査の結果と今どんなふうになってるか、それをちゃんとファイルされてて、私一人の分で相当分厚くあったそういう、うん、長くやってるから分厚くなった、そう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 、ね、うん、
でもそこからまた郵送で、郵送というか主治医の先生経由で取るようになってからも長いよね、もうさらに。もう長いわね。もう10年じゃ効かないでしょうね。でもなんか本で読んだところだと二十数年やってる方が一番多いんですってね。そう。まあ、あんまほど長いほど人が何人いるかは分からないけど、20年超えって方が意外とパーセンテージでは多いというふうに書いてある。そうですか、ね、結局ね、やることによって、まあ、注射の針をちょっと刺すときに痛い場合もあるわよね、ちょっと一瞬ね、でもあんまり痛くないし、大した手間でもないのよね。だから続けやすいってことはそれだと思いますよね。そう。で、経済的にもそんなに、他のことに比べてね、がんなどはいろいろ民間療法ではすごく高いことが言われる場合は、そういうことに比べれば割と安いですよね。続けないっていうか、途中でやめなきゃならない理由は何もなかったというか。なるほど。やっぱり家でやってるのが、自分でやってるのが大きいね。そうです、そうです。やめたのも通ってたからだもんね。そう片道10分歩くんだとしても、行くっていうのは億劫よね。そうだと思うわ、だからこれ自分でやってるから続けられたんです。なるほど、そうするとね、それを教えてくださったホスピスの先生が看護婦さんに感謝だもんね。そこへ行きますね。最初その話をしたらね、うん、今来てる先生も その時は、あら、医者や看護婦が患者に注射のあれを教えるなんてって、ちょっと批判的に言ってたけど、今になるとそれが良かったのねってこと、なるほど。だからあんまり一般的じゃないのね、その患者さんに注射の仕方を教えるって。その時代はね。その時代はね。うん、確かに制度的にはいいのよね。自分で自分にするとか。そう。家族が自分の家族にするっていうのは、資格がなくても許されてることなんだよね、行為。そう。どっかでそれも書いてありました。ありがとうございます。その、ちょっと、何年もやる原動力。例えば、今ね、たまたまおすすめした方がずっと一生やり続けるってことが心の負担になるとすれば、そういう感覚もある、そういうふうに感じるんだなって思ったところから、どういうふうに感じてるのかなって実際聞いてみたいなと思ったのがね、今日の話聞いてみるきっかけだったんだけど、なるほど、やっぱりやってる人だから分かる、説得力ありますね。やり始めれば別に大変なことでも何でもなかったんですよ。ずっとそこの注射した近辺がね、すごく腫れるとか、そういうこともない、ないので、そうよね、今皆さんね、コロナワクチンとかやっても注射したらここは痛いっていうね、のが今はね、みんなあれだけど、痛くないってことよね。そうね。太ももに打ってるんですものね。そう。もう針を抜いた瞬間から痛くないですよ。そう。副反応はないっていうこと。そう。私の場合は割合皮膚も弱いはずなのね。男のようなところに。そうよね。だけど、そういうことはないから。だからそんな大変なことじゃないし、やることも大変じゃないし、その体にもね、優しいものだから続けられたんでしょうね。そうよね、良くなるための何か副反応とか後天反応のようなものがないんですものね。そうなんですよね。ここで聞いてるかは分からないけど、ずっとやってきてみて、足も痛いしパーキンソンにもなったけど、インフルそれはまた別だからね。だしね、ご飯も美味しく食べれてるし、まあそれが一番かもね。お食事も美味しくいただけ、そうね、そうね、そうね、大
変じゃないっていうことね。うん、大変じゃないです。うん、大変じゃないんだ。うん、大変じゃない、ないから続ける。大変じゃないから続けていられる。大事なことはやっぱり家で自分でやってるから。そうですよ。ありがとうございました。失礼しました。まあでもね、あの、私が聞いた話を伝達するより生の声で、あの、た方がずっとね、あの、うん、やっぱりそう、インパクトはあるかなと思いますね。